こんばんは。やっていきます。今日ね、皆さん、風がね、予報でね、4から5ぐらい吹くんですよね。ヘディングしない風ですよね、うん、5メーターも吹けば。我々の苦手な、海流待ちってやつを、やっていこうかなと。濁り潮ってのもあって、回避するために潮通しがいい深場を選んで、夏イカをイメージした、ちょっと、しゃくり方とかもですね、ちょっとやっていって、ちょっと蚊が出ればなと。最近我々5連敗中ぐらいです。やばいね。はい、焦ってはいます。やばいやばいやばい。俺のポイント選び？今日はじゃあここあんたやけ、ここ、どう証明されるかね、俺、はい、潮目がね、めっちゃ出てるから早速やっていきましょう。レッツゴやっていこうと思います。最初はっすね、はい、こいつっすね、このショコラブラウン、去年新しく出た駅なんですけど、これめちゃめちゃいいんで、ラトルも入ってるんで、ちょっとね、夏の高活性のイカを取るために3号ですけどね、ちょっとこいつでやっていこうかなと思います。風ちょっと予報と違うね、予報と向き違うね。もう一個降りたいな、もう一個降りたい。潮はすごいいいよ。一旦そこまで落とさせてください。自分はね、自分は一旦そこまで落とす。でこんだけ潮引いてたら、ちょっとあんまりテンションホールするとエギが不安定になるかなと思うんで、少しテンションホールは避けたような釣り方をしていこうと思います。多分ね、おそらくね、左の方に潮が行ってるんで、ちょっと水深もあるんですけど、夏イカをこうイメージしたアクションを大きめで、中層タラをイメージして、上の方から、凍えそうな季節に君は愛をどこ言うの。風ないよ。はい、移動してきました。一人来ましたよ。こんばんは。大会のリベンジへ大会の T シャツを着てってことですよね。もちろんリベンジ戦で T シャツを着とるってことはですね、じゃあ、定点は任せるんで、ちょっとずっと映しててもらえれば100と2杯ぐらい。大会はほげてゴミばっかり持ってきたので内緒のやつ、内緒のやつ。そんな感じでね、1人追加されたんで、もう今満潮からの下げに入ったんで、はい、この下げでちょっと取っていきましょう。いや、ここら辺でね、ちょっと一発取ってきた。ちょっと霜りはめちゃめちゃ入ってるようなポイントになります。よし。
ぼちぼち。いや、いいぞ。いや、いい、いい、よし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 。黄色なしぐらいあるな。マジで？うん。ちょっと、ちょっと何やってんだよ。慌てちゃって逆忘れちゃったわよ。なんで手ぶらで来てんのよ。ほら、下でわしづかみしなさいよ。無理無理、ロット持つ俺。いや、バラしたら怒るよ。ロット持つ係、あなたが。僕が掴む？うん。で掴むよ。皆さん掴むよ。ふみちゃんグーするよ。ちょっと待ってよ。ちょっと待ってよ。あ、そんな大きくなかったでも。いいでも。ナイス！やったー！ナイス！ナイス！ちょっと待って。ナイス！やりました！やりましたー！ナイスー！あざますー！濡れてんですけどー！ちょっと。一人だけそっち行ったもんね。あざますー。ナイス判断。風浦ね、うん、チョイス、うん、もうあのポイント選びの視野に入ってるんで、うん、まあね、いつもの行けど、ちゃんとポイントを考えながら移動をして、うん、お見事、超過です。ありがとうございます。皆さん、ほら、しかもオスやん。そうよ、ゾーンツアー。やっぱつるな、今季このエギ、はい、チョコラブラウン、はい、これもう今季も絶対いいから、ラトル入りね。だって、うん、今日絶対いいって言ってから、うん、今日買ったエギや。今日買ったね。うん、はい。いや、マジお見事、超過、ナイスです。あざます。はい、それではね、袋にようやく入れたんですけど、じゃじゃーん、見てください、見えるかな、はい、サイズ的にはね、うん、もう750は優に超えておりますと。まあ800近くあるかなってぐらいなんですけど、はい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 、どんなもんかと、はい、かかっていこうと思います。おい、ゼロ見せろや。おい、あ、まだまだ成功するな。まだ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 待ちなさいよ。はいはいはい、キロのグラムだからね。やっていきましょう。はい、すぐズルするんだから見てるのよ、ちゃんと。どうなのよ。はい、どうぞ見てください。はっ、やば、軽っ。引きはね、もうキロクラスでした。あ、夏イカ、うん、夏イカ特有ね、うん、夏イカはようね、やっぱ引くっていうから、うん、ギューンギューンって言ったんですね。うん、もう最高ってことでね、夏イカ、はい、はい、まだまだいると思うんでやっていきましょう。はい、うん。何よ、え、なんで移動しようと。あ、ええ、え、なんか今日オープニングでなんか、うん、粘るとかいいようになった。は、え、は、え、は、ちょっとなんで俺車乗せられたのかな。無理、俳優待ちとかできない。イカいるところ探す。はい、移動してきましたね。ちょっと横風けどね、サッカーマシ、しこーし、しこーしましね、しこーし、しこーし。よし、サクッと釣りましょう。ふみちゃんが釣っちゃうんだから。足を目で入ってきよんで、はい、来た来た来た。ちょっと釣りかったけんが、油断してた、油断してました、油断してました。おった、おりましたね。いました、いました。サイズはないけどゲットです。北洋リーグに 1.5g の仮面シンカーで来ましたね。はい、お疲れ様でした。リベンジダメだったね。まあね、結局何しに来たんです、その洋服着て。下見、下見、下見、次の大会に向けて下見は重要かな。なるほどなるほど。今日の趣旨何やったと。今日の趣旨は塩通しのいいところで回遊待ちをする。結果はアイガンをした。拾ってったと。そう、拾ってったと。今日のそのポイントはここしかちょっと打てないかなっていうのがあって、風的に。で、そこで粘って
かゆ待ちをしようって決め込んでちょっと来たんですけど、うんうん、実際立ってみたらねちょっとね風向き変わったりとか、うんうん、まあ弱かったりとかで、うんうん、あいけるなってことで、うん、ちょっとランガンスタイルの方に変えたってのもありますけど、ねうんうん、釣れたけどどっちもポイント、うん、確かにやったよね、うんうんうん、本気釣りますねあざすランガンスタイルに変更したと、うん、まあまあ、うん、そこはねこう臨機応変にやっぱりランガンしたり、うんうんね、回遊を狙ったり、うんうんまあ、いろんなパターンがあると思うんで、うん、実際にね、うん、やってみてください、うん、ここから夏以下、うん、めちゃめちゃ楽しいんで楽しかったお前らはやっぱランガンスタイルだ、うん、と思ってくれる方まあそうじゃない方も、はい、もう全員全員チャンネル登録、はい、高評価、はいはい、コメントもよろしくお願いしますよろしくお願いしますそれではありがとうございましたありがとうございました Mm-hmm.